曖昧なところなんですけれども、実際にボランティアに登録するときに、この上の3つの選択があって、これとこれを選択した人は、このボランティアリーダーという形で会場の中でリーダー格になれるので、ちょっと若干振り落ちない方法なんですが、そういうものがあります。それから先ほど言ったアーティストサポートっていうのと、今回いろいろ写真の中で使わせていただいているアイドル写真部、これは、ね、1年間かけてもっと進めていきます。でですね、今回、前回はガイドボランティアさんも全く来るもの拒まずだったんですね。ところがやっぱり質管理っていうところで、やっぱりいろいろあったのと、実際今回テーマも非常にしっかりしてたと思う。ただアートを知ってるだけでは話せない部分結構多いんですよ。そうなってくると、じゃあいかに今回 のガイドさんになるために必要な能力っていうのを見極めるのかっていう話の中から、やっぱり今回はしっかり申し込みした後に面接、それから研修、この間に実はエッセイも書いてもらってるんですよ。3つの課題を出した中から1つ選んでいただいて、そのエッセイを書いていただいて、それをもとに、全部で500を超える方から130人に絞って最終的に150人でっていうようなことです。そしてグループの自主勉強会をやりながら、研修をやりながら本番を迎えるっていう形なんですが、実際の全部がいっぺんに入ったわけではなくて、この2010年の10月に1期生、その後に2期生、3期生、そしてこれが全部一緒になって、ここの本当会期前2ヶ月ぐらいですね、そこで全員で研修をしていくと。で、これちょっと他のファオから来てアニメーションを撮ってたものだったんですね。これはボランティアって何っていう研修で、非常に深く今回もやらせていただいて、私はボストン美術館の時に1200人ぐらいのボランティアを担当したんですね。そうなってくると、やっぱりこう自主行為になるでしょうね。厳しいことをやっぱりはっきり言うのと、若干アメリカでボランティアって形態の認識がちょっと違うんですね。やっぱりやっぱここの部分が一番大きいんですが、無償っていうような感覚っていうよりかは、社会に貢献をするっていう、非常にちょっとニュアンス的に違っていて、見返りっていうものをあまり求めてこないっていう傾向は、実際今回も含めてあったように思います。で、実際研修表記です。これは今回の自主勉強会の中でグループに分けて勉強会をやったんですけど、その理由っていうのは、せっかく1年内3ヶ月半年あるので、この小さいグループである種この顔見知りになって人間関係を作るということによって、実際に始まった時に団結力が深まるっていうことで、少しずつ最初は非難方法だったんですけど、皆さんの方から、いや友達ができたと思いました。で、これは1期生の青木の上さんのトークと研修の時のグループ写真です。でそして彼、で彼女が平成ちゃんって言われてる平成ちゃんです。これで実際にこれだけ、これ全然見えませんよね。何かと言いますと、抜き打ちクイズなんです。で、なぜこれをお見せしてるかっていうと、やっぱり112人といえども、徐々に差が出てきてしまうんですね。その時に、やっぱりこう、我々の中で最低限知っておかなきゃいけないこと、何かって言った場合、まずテーマが言える。それから期間がいつか。あとは、ここに書いてある中で、キュレーターの名前がフルネームで言えるかとか、本当に基本的なことなんですよ。それ会場はいつかとか、ただそれでも、やっぱり全部 100% 答えられる人っていうのは、本当に一人きりで、ある種、僕は危機感を高めるために、こういういわゆるツールを使って、若干ちょっと検証をつけたりとか、ちょっとゲーム感覚でやったことです。そして今回、障害者対応っていうのを、すごく表向きでやるのではなくて、必要に応じてやる、名前を変えてやるって方法をとっていて、これは筆談でこうギャラリーツアーをするときの研修です。それで私は今回研修で非常に大切にしてたところっていうのが、ガイドさんも自分たちがトリエンナーレの組織の一員だっていうことを理解するってところに非常に重視をしていました。っていうのも、どうしてもこう参加
その自分のものっていうことを感じない限り、例えばシフトの時間に遅れてきて電話しないとか、なんかいけないですよね、普通にっていうことが本当に普通に起きるんですね。その中で今回じゃあどういう人たちが関わっているのかっていう中の一つで、アーキテクトっていう役割の武藤さん、武藤隆さんは今回の名古屋市内かな、名古屋市全部のいわゆる作品のレイアウトを決めた方です。だったりあとはおそらくキュレーターの方も来ましたし、広報の方とかも来ていただいて、いろんな方がこういうものを作ってるんだよっていうことと、一体皆さんがどういうことを考えながらトレーナーを作ってるのかっていう話を積極的にしてもらえるような検証したりだとか、これはもう実施ですね。でこちらにいるのが寺島さんで、多分お会いになりましたかね、その時なってないかな。もしかしたら長者町に行けるか、ちょうどこの時モバイルトレーナーに出てて、長者町に行けたら代わりご挨拶しますって、そんなのね。研修、これはダンベルジョフスキーっていうルーマニア出身の作家さんがたまたま自分のインストレーションしていて、好意的に「あ連れてきて」って何でもお話しするし、伝えたいこととか聞きたいことあったらっていう、こういう気軽な作家さんにいて、やっとこうこの T シャツを着ながら、気合を入れながら自分たちでも会期中の最初の1週間は実地研修ということで、かなり私も小さいグループに1日3回とかつけながら研修をしました。でこれが空いてる写真ですね。この人たちは基本期間中、期間前、写真によって記録を残していくっていうことをボランティア団体さんです。でこうその中にはこう写真館の人が来て、どういうふうに夜を撮るかから始まって、いわゆる写真の暗部、なぜ明かりを撮るかとか、そういう講義みたいなのをしながら写真を学ぶと。でここにありますように、また違う意味でじゃあトリエンナーレの環境を整えるっていうことで、ここって意外と、さっき見たんですよ、この T シャツ着てる方、あ、いたちょっと立っていただけます。ありがとうございます。いらっしゃってくださってありがとうございます。ですね、今回日野村さんって公式デザイナーとかが入っていて、そのビジュアル的な一貫性を持たせようということ、建築家だったギャラさんもそうですし、今回再計画と含めて会場のデザインをやってる武藤さんも、とにかく一目見てトリエンナーレだって分かるようにするためには何らかの可能性がいると。前回はもちろんピンクと矢印っていうのがありましたが、今回ブループラスアルファ、こういう彼のデザインを含みつつ徐々に場所が変わっていくわけですね。ベロタクシー、このベロタクシーは実は非常に重要な役割で、前回から子供たちがね、一番言うのがトリエンナーレでベロタクシーに乗ったからもう一回今年も行こうって言うんですね。それぐらい子供たちの中でこの移動手段が体感的に残ってるんで、私もどうしたかわからないけど、やっぱりそういう結果が出てるってことは何か非常に重要な役割があったはずです。そして街中を走っているので、こうふとした表紙にベロタクシー見るんですよ。それも大きいですし、実際このベロタクシーのプログラムをやったんですけれども、非常に印象が厳しいです。それで時給1900円ぐらいの悪くないバイトらしいんですけど、そこに行き着くまでにいわゆるトレーナーのことを勉強しなきゃいけない、人に対するマナーを勉強しなきゃいけない、で体力もなきゃいけないっていうすごいハードルが高いらしくて、大変だったことをおっしゃってましたね。そしてビジュアル的な話で、前回は実は7色の T シャツによって事業形態を分けてたんです。例えば会場運営の人、ボランティアガイドさん、スタッフの方、事務局の人みたいな。